いつもありがとうございます。ニニニットです。ちょっと2色の糸で簡単に編むっていう機械編みしようと思いましたらですね、ニーニさんが私の編みキースでぐっすり眠ってますので、ちょっとご紹介したいことがあるのでご紹介します。まずこちらの箱見てください。こんなに長いアマゾンのこんな長い箱と、それからこの箱、これこのぐらいですね、 B4 ぐらいの大きさの箱、そしてこの箱、この箱、この4つに入れて、棚に、とりあえず棚の上に収納してました毛糸たちですけれども、これをですね工夫しましたら驚くような小スペースで収納ができました。こちらです。これ投げ石にね、昨日ダイソーさんに行きましてですね、100均の、 突っ張り棒と、それからランドリー用のネットありますよね、洗濯ネットの、しかもこうドーム型のやつを3つと買ってきました。でね、投げ石のところにこういうふうに突っ張り棒を長めにして、投げ石用のフックにかけましてですね、で映るかな、ちょっと待ってくださいね。こちらです。25mm、 2.5cm 角の12個入ったこういうリングですね、開いたり閉じたりできるリングを、このネットのですね、このしっかりテープがしてあるところに2箇所留めまして、それをただ突っ張り棒に通してるだけです。でこれ3つ買ってきたんですが、こんな状態、この2つでまだ先ほどの箱いっぱいにあったものが2つでまだまだ両方とも半分ぐらいしか入ってないという状態ですね。で普通の平たい洗濯ネットよりも、これが縦にジッパーを開けることができるので便利だなと思って、取り出しやすいですよね。それからこういうふうにジッパーの、持ち手のところにこうやって、防虫剤もつけてます。これはすごい収納力です。で高さ的にもね、向こうで何か作業するにも、邪魔にならない高さで、特に壁塞いじゃってもいいっていうんであれば、さらにこのネットにぶら下げて下までって3段ぐらい3列ぐらい縦にぶら下げることができますよね。であともう一つがですね、こちらは毛糸は手前側だけなんですけれども、これ棚に斜めにカゴが入ってますが、これ向こう側にの、このラックの向こう側の柱に1本、突っ張り棒を立てて、それでその突っ張り棒に乗せることで傾きをつけてます。でこうするだけで中に入っているものが見えますよね。だからとても便利です。こういう毛糸の収納の仕方もあるんじゃないかなと思います。そしてこちらは毛糸ではないんですが、ももちゃんとリカちゃんのお座りする場所を作りたかったので、これ100均の普通は下を上にして積み重ねるキッチンのシンクの下なんかで使う棚ですけれども、それを逆にぶら下げましてですね、
で、お座りする棚を作りました。で、その下も、100均のプラスチックの棚のカゴですけれども、 S 字フックで少し傾きをつけて、あとはああいう棒ですね、これでちょっと前を止めてあげることで落下せずに、またこうやってこちらからでもこう取れるような感じにしました。まあとにかくぶら下げる、吊るす収納は本当に便利ですね。デッドスペースを有効に活かしていろいろ収納できるので、本当に、気に入ってます。それからもう一つ、お気に入りの、吊るす収納の中でもお気に入りのマグネットでの、収納を、簡単 DIY してみたいんですけれども、成功するかどうか分かりません。 ぶっつけ本番です。さっと取れる位置につけたいのが大体工具ですね。一番よく使うのがこの、ネジザウルスくんです。針押さえをこう引っ張り出したりとかね、いろんなものを、それこそ重りの、爪のねじれを直したりですとか、一番よく使います。それからこちらですね、だいたいこの大きさに合うっていう感じなんで、これをよく手を伸ばして工具立てから出します。それとペンチ、これですね。まあせめてこの3つぐらいをさっと取れる位置にしたいなと思いまして、昨日100均でですね、こんなのがあったので買ってきました。ストロングマグネット25個入りです。これどうかな、買ったやつほど、強いかどうかわからないんですけれども、それから考えたのがこちら、金属の30センチの物差しですね。これは紙をカットしたりする時ぐらいしかペーパーをですね使わないので、これを使ってみたいと思うんですが、まずはですね、ここに穴が開いてるから、こちらの、左側にある、よいしょ、このメタルラックのところに取り付けてみたいんですね。さあ、うまくいくかどうか。うまくいかなかったら強力な磁石を、購入するだけです。 で、これですね、これマグネットプレートっていうのですね。こう、冷蔵庫ですとかいろいろ、スチールのデスクですとかに物をつける、ペタッとマグネットで貼る、つけるために反対側が強力なシールになってます。これをまず両サイドにつけてみます。こんな感じで、ちょっとずれちゃった、大丈夫でしょう。両サイドにつけます。こうしといて、これでつくかな。つきますね、つきますけど、スチールの何て言うんだろう、ワイヤーが渡ってる感じなのでどうかな。それで、このマグネットは当然これ両方につくので、ペタンと 映ってますかね、黒いから。マグネットを、まあ、適度に2つずつぐらい重ねてやってみようかな。で、多分これあたりは面が大きいからつくんじゃないかな。ぶら下がりますね。これも面が大きいから大丈夫そうです。
これですね、問題はね。強いやつだとつくんだけど、あ、やっぱダメか。ということは、ちょっと待ってください。こういう時はこの強力なマグネット、こっちは金属なのでこうつけて、あ、ダメか。この磁石が強くないとダメですよね。これをくっつけちゃうという手もあるのかな。これはもうすごく強力です。これこっちはね、こうスルスル滑っちゃいます。磁力が足らないですね。これをくっつけようか。こうはつかないから、あの接着剤か何かでつければうまくいくんじゃないかと思います。こんな感じで、さてどう固定しようかな。これ本当はネジ止めを、木にネジ止めをするタイプなんですよね。はい、こちら、あのこの定規に開いてる穴を利用して、この強力磁石の穴と定規の穴とを抜き糸さんにの力を借りてしっかり縛りました。でその上、あのこのラックのね、ここの部分があのこう網目というか面になってないので、こういう、あ、ごめんなさい、こういうね、これもまた便利なんですね。とってもしっかり噛んでくれて、こういうものですね、こう つけれるリングがついてまして、ですごくしっかりこう噛んでくれるので、これあのこういうところにマスコットとかつけてね、あの私はいつもこれ使ってますけど、糸端にの重りに使うのにもすごくいいと思います。こういうやつね。これで、こ手前側と向こう側と、もう一箇所ぐらい止めとこうかな。こんな感じで止めました。こうですね、真ん中へ止めとこう。ここがいいかな。こうやって止めてあります。これだと大丈夫かな。で上に板がきますけれども、さあどうでしょう。これはね、あの100均の磁石でもつくと思うんですが、面が大きいのでね、あら、磁石と一緒に取れちゃう。これとこれは大丈夫だと思います。これも大丈夫。あ、ちょっとなんか開いちゃうな。これも大丈夫です。でこれが強力な磁石ですね。つきます。さっと取れるようにしました。はい、以上です。今日のメインは毛糸の、洗濯ネットでのね、吊るす収納、大量に収納できますよというのがメインのご紹介でした。以上です。